とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーやっていきましょう。昨日ね、5周やってなかなかいい感じ出ましたね。今回も5周行くか。若干時間かかるんだよな。いいや、とりあえず5周、頑張ってみましょう。まあまあ一周ね、17、8分で回れるし、そこまで時間はかからないか。ボスももうワンパンしていきます。もうもったいぶらずにね、サクッと倒しちゃいましょう。今日もなんかいいのがね、一つぐらい欲しいのよ。昨日もね、一応データには出たけど悪くはないっていう感じなのよね。最高じゃなかったんだ。さあ、どうでしょうか。クールダウン編成の愛のスペル棒かな。違うね。違う。じゃあ、こっち、反逆者はクールダウンでしょうか。違うね。ダメだな。どれにする。愛のスペル棒はなかなか、刻印が多かったと思うんだよね。いい感じだったと思うんで。いらないもんね。愛のスペル棒、これでいきましょう。残り4周。それでは、2周目ですね。行ってみましょうか。いやー、なんかね、最近はちょっと、出るような気がするんだ。昨日もまあね、そこそこだったでしょ。おお、こいつからヤタマ出る、知らんかった。なんで今日もね、来てくれれば嬉しいんだよね。では2周目なんでしょうか。さすがに5回行けばね、1回はそこそこが、まあどうだろうね。一個は持ってんのよね。星なき夜は。どうだ?あ、黄金ではない。エコーは強いね。エコーを虚無弱体化か。回復がないな。まあまあ、6パー吸収度使っていけばいい感じかな。はい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 。弱体化入るから、まあ、防御面ではそこそこっていうところかな。で、ビーハイブ、いまいちだな。まあ、ここはもう星なき夜しときましょうか。今俺が持ってるのが結構攻撃特化みたいなやつなんで、これで弱体化も入れつつっていう感じにするか。まあ、いらないなら、そのままお供え物にしていいしね。これにしときましょう。それでは、3周目行きましょう。サクッとね、倒しますね。はい、行けタワー、シーズン4、楽勝すぎ。3周目どうだ。なんだこれ。まあまあ、ビーハイブか。いらないけどね。まあ、ここはもちろん全部いらないね。破滅強い。いやいや、強くない、強くない。まあ、一発一発はそこそこのダメージあるけど。160万か。クリティカルで。500万近く。まあ、そんなにいらないか。どうだ?ダメだね。どうしよう。まあ、ビーハイブを売りましょうか。そうしましょう。では、4周目、行ってみよう。それでは、4周目ですね。そろそろ、武器も欲しい。武器も欲しいね。いや、弓も欲しい、防具も欲しい、何でも欲しいわ。こんな物欲ありありでいくと多分出ないんだよね。
撮影じゃないときはね、出やすいんだけど、撮影のときって、出にくい気がするんだよな。まあまあ、いいでしょう。今日はサクッと5周回る。4周目なんだ。お、フロストツァイツ？いや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 、なんだこれ、ダメだ。虚無？いや、ダメでしょ。ダメでしょ。うん。グレートアックスブレード、ダメだよね。金メッキ。いらねえなぁ。いらないなぁ。どうしよう。一応フロストサイズ取っとこうか。使えそうには見えないけどなぁ。まあ、でも、無難なエンチャかな。フロストサイズこれにしときましょう。ではラスト5周目、いいの出るかな。いくぞ。それではラスト5周目いきましょう。最後の最後は何が出てきてくれるかな。ドンと。よし、多分これあれだよね、このとどめを刺さないと復活するよね。多分 HP が1ぐらいでなんか生き返るような気がしたんだけど、違うか。まあいいや。とりあえずラスト5周目です。何が来るかな。最後ひどい。最後ひどいひどいひどい。なんだこれ。なんか今日は愛のスペルもやたら出るな。もうこれしかないね。もうこれしかない。もうこれにします。はい。はい。ということで、今日はタワー5周やってみました。なかなかね、いいのは出にくいよね。でも、その中でも、そこそこ？星なき夜はそこそこだったんじゃないですか？防御特化。防御特化でもないけど、まあ弱体化が入ってるんで、使える場所はあるかもしれない。っていうところですかね。まあ一個攻撃とか持ってるので、それと使い分けっていうことで、一応持っときましょう。まあいらないなら売ると思うんだけど。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。